らも創業明治30年という老舗の料亭魚関。素材にこだわり、味にこだわり、昔から多治見市民に愛されてきたお店。うん、美味しそう。ツヤツヤですね。では早速いただきたいと思います。いただきます。もうすごいこの炭火焼きの深みのある香ばしさがお口の中でほわっと広がるんですけど、美味しいですね。ありがとうございます。魚関さんの特徴、うなぎの特徴は何ですか？そうですね、炭火でもうしっかり焼き切ると、で焼くことによって皮もパリッとする、身もふっくらとする、そして余分な油を落とす、そういう調理を心がけています。本当にね、お口の中で広がってすごく美味しいんですが、ここ多治見ならではのこのうなぎの こだわりというか。そうですね、多治見の町の中には本当に美味しいうなぎ屋さんがたくさんあって、はい、こ うなぎの看板が上がっているところへ入れば、はい、間違いなく美味しいうなぎが食べれると思うんですけれども、まずやっぱりしっかりを焼くと、焼くことを、そしてこう関東とか関西にはない途中でこう調理の途中でみりんを塗るんですね。でそれはこう、こういったツヤを出すということと甘さの補填という部分があるんですけれども、そういった調理の違いがあって、多分こう日本全国いろんなうなぎの美味しいところが多いと思うんですけれども、この辺のうなぎは一番こうパリッと感が強いと思います。そうですね、甘さもそんなに甘くなく、ちょっと控えめかなと思ったんですけど。そうですね、たまり醤油のコクがありますので、こう甘さが最初に来るよりもこのコクというか香りというか、そういうものがこう炭火の上で焼かれることによってより香ばしく仕上がるという、そういううなぎだと思います。こう地場産業である陶磁器ということもありますけれども、やっぱり丼の文化なんですね。やっぱりこう職人たちがじゃあ次の仕事、まだ仕事が残ってるっていう中の、まあ、言葉は悪いかもしれませんけれども、はい、飯なんですね。ですからこう囲っ込んで角があっちゃいけないボールである必要があるんですね。そういう、こう陶器の町であるということと、こう多治見ならではのちょっと贅沢なファーストフードっていう意味がありまして、こう丼なんですね。本当贅沢すぎるファーストフードですね。じゃあ続いてはこちらを、はい、と思うんですが、うまきと言いますね、まあ、ごく一般的な、料理の一つですけども、やっぱり焼きたてのうなぎであるということと、こうそれをこうふっくらとした卵で包んで、こう同じ、まあ、違ったものを同じ口の中で楽しめるという、このふっくら感を見せる。じゃあ早速いただきます、はい。主人、これ本当すごい美味しい。卵とうなぎのハーモニーが本当に最高ですね。そうですね、うん、お腹も膨れるし、うん、でうなぎも楽しめるし、うん、はい、ご飯が進みますね。と思います。美味しいです。こちら魚関、大将が頑固に選ぶ素材を使った料理が自慢のお店です。カフェでちょっと一服、